クニオですさあ本日は2020年5月の12日、えー、昨日ですね深夜に放送されました「えー、ハロードリ」をそのまま紐もといていくそんな感じの回ですねいきますかいきますかねじゃあどんなくくりにするかいつも通りですけども最初に この時のの時メンバーというのをどんな番組の中で進行していたかってことを紹介していくこれが1つ目で2つ目は、まあ、全体として、えー、中盤なんですけど2019年の映像とともに何人かが紹介されたということになるんだけどちょっと昔ん先輩メンバーって言うんですか先,先輩メンバー連中のところにもう一回スポットを当ててるんでそれがどんな感じだったかっていうことと あと最後、おーっと、お g っていつも言うとしちゃうね。最後は、えー、現役メンバーが、そんな研修生にどんな風な言葉かけていたかみたいなところをまとめて、僕のこの回の感想みたいなので締めたいと思っております。お付き合いください。行っちゃいましょう。じゃあね、まず、西崎みくちゃんからね、言ってました。あ、あと国のチャンネル、チャンネル登録してお付き合いくださいね。お願いします。頑張ってます。 し二度目西崎美くちゃんこれバースデーの時4月の時に僕ちょっと特集したりもしていましたんでそちらの動画ももし興味持ったら見てください、えー、岡山県出身中学2年生14歳ですねでまあダンスは今まだ成長中でしょうおいろいろ映像も拝見しているところでそういうふうに僕も思ってますで米村キララを参考にしているそうで,で理由はポーズにバリエーションがあるため ね表情を豊かにして見ていて楽しいなと思えるようにしたいと本人はそうおっしゃってます。ね、14歳っていうところだからねこのただね松、まあ、浦屋も14歳デビューしてますからね、うん、どういうふうなポジションというのをねこれは僕が親だったらいろいろ見つけてあげる作業するけどねこのどことこのグループはここのポジション入ってるぞみたいなやらしい大人になっちゃうかそれ。 <laughs> やんなくてもいいかそんなことを思いながら、えー、見てましたでハンドサインで音程を練習したりピアノのアプリをスマホに入れて、えー、ソロパートを鍛えているということをおっしゃってる、うん、まあできる今の2020年だからできる練習というのには手は抜いていないっていう雰囲気は感じましたよだけど僕はこの子見てて思うのはうん大好きな人とかこの子だけをしてる人には あの当たらないかもしれないんだけど自分がどのグループだったらどのポジションならいけるっていうのを今から考えておいたら人よりリードできるかもねって思いました嫌な感じ <laughs> でもそう思っちゃったんだからしょうがないじゃんってな感じが西崎みくちゃんでしたじゃあ次いきましょう2人目、えー、広本瑠璃ちゃんね、えー、高校2年生で広島県出身16歳アクターズスクール広島出身ですねもう最近は 鞘師穂段原るるとねアクターズスクール広島出身の動画がなんだろうね僕広島大将い,いかね伸び率がいいものですからいろいろこの辺も調べてる最中だったり見てる最中だったんでちょっと注意深く見てみましたでじゃあ広本瑠リちゃんどんな感じかと「で大気晩成」大気をきっかけにハロプロにハマるアンジュルムの曲ですね。 でそこから多分アクターズスクール方面じゃなくてハロー行きたいってなったんでしょう、うん、まあわかりやすいかもねでもいい決断かもねで福ちゃんが高く評価してますまあこれもいい決断と言えるゆえんかなモーニング娘。のボスが名指しでいいって言ってんだからねこれは嬉しいでしょうねそう思いますでただ本人は やっぱり課題とししてて歌う時に、緊張して固くなりがち。だからリラックスして歌いたいっていうようなことをね言ってたなで体だよね背が小さい方なんで大きく動かないといけないと、ね、こういう悩み16歳だから多分伸びても5センチ、1 0センチ伸びるってことは当然ないだろうと思うんですよでそうなると僕これ研修生全体に自分が思ってること もう届かない <laughs> その勝手なアドバイスだけどこれ思うのはどの時代ででもいいんです次永桃子を見るといい次永桃子も体が大きくなくてかといって小さく見える子じゃなかったっていうことねあと若い時の宮本花ん、まあ今も若いんだけど昔の宮本花んも探さないでも見つかったから次永桃子も同じですよ。 でもう少しテクニックというところ、あのー、細工ができるようになったら稲葉真中辺りじゃないですかねだけど分かりやすい体が小さくても大きく見せるという教科書みたいな子は僕は桃子とカリンだと思うねここはもう身近に教科書がいるんだから俺が広本瑠璃だったらそこ目指すねうん目指すというかあのお手本にするそんな感じです で、薪で火を起こすイメージで息を吹くと力が抜けると指導されていて、薪で <laughs> 火を起こすことをこの世代の子たちがやってるかどうかわからないんで、この指導をしてる先生が面白かったっすってことす、ね、です。あと、顔的には初期の新沼祖羅なんかを思わせるような表情がいくつかあって、うん、なんか親近感湧くねってことですね。てな感じです。じゃあ次3人目、西村かりん。ね中学3年生。 海道出身14歳で北犬の3期で唯一残ってる子ですねそういうことになりますで彼女は大きい瞳を聞いたきっかけで「あのモーニング娘。」の曲ですね、えー、この研修生入ろうということになったんでしょうね、うん、で注意されがちなのはリズムトレーニングとアイストレーションということでねで不がなさを感じるとで毎日やってできるようにしたい 練習、基礎基礎,、ね、基礎練習ですよね、えー、そこは何やっても一緒ですよねで僕も持論がこれいくつかあって何かを挑戦していく時にはもうんかピンチの時とかああやべっと思った時に応用は出るんだよだ基礎がない人にはいきなりの応用は出ないんだけど基礎だけ練習してると応用が意外と出てくるっていうようなのは経験としてたくさんある。 ね、誰だよって楽し <laughs> 最近ちょっと「誰だよ」シリーズ多いんで少しあの控えますけどでもそんなことを思う感じですよなんか俺ハロドリー見てると自分と昔の自分と会話してるような感じになってですねさせんでなことを思いましたでここからはあのー、先ほど申し上げたちょっとキャリアのある研修生とかを振り返るようなコーナーに入ってたんでそこも紹介していきます。で米村キララね これヒストリーが一番長いからだと思うんだけど2016年から19年までの歌のシーンを、まあ、かいつまんで流してうんで本人のコメントも入れながらっていう感じですね僕はもうキララはあの今の研修生の新しい子たちに背中見せる1年間っていうような感じで残されていると思っているんでもう本当にやめないことやめなければっていう感じですあの当然ながら一番実力も そして雰囲気もキャラクターももう評価と言ってらっゃるんですけど一番好きですでい,いきましょうか一番好きですねそんな感じで石栗要も出ててあの審査員特別賞2018年研修生の特実力診断テストねで歌唱賞も2019年ということを得たとでそれを自分自身が語りダンスが好きなので負けたくないし表情や仕草でインパクトを残したいおそらくこれは今年に対して言ってるんでしょう で心気持ちとしては新しい子たちが個性が強く全員がライバルだとであと自分自身が何よりライバルと、ね、ライバルは弱気で後ろ向きな私というねこのハロプロの伝統的な名曲がありますんでこんな曲選曲されたら俺はちょっとグッときますけどねはいじゃあこれは妄想コーナーでございました ね、でこの一連のコーナーっていうのはライバルの存在っていうのを上げるような感じで回していきますなので次もそんな感じなんで引き続き紹介していきましょうえー、中山夏目なつめねえなつめもね今今頑張り時ですよ、うん、あの女性的ないろんなホルモン的ホ <laughs> ルモンだって、えー、的なもの,あのここここ超えたらもういきなりようになるの間違いないんでで 彼女が言うライバルは米村キララと山田一子ダンスで負けたくないキララは表情と雰囲気が尊敬というか憧れそういう感じだねでも負けたくない、ね、で実力診断テストはかけてるって本人が言ってるから今年に結構ボルテージ上がってた矢先の今の延期ですからね、うん、俺山田,山田もそうだけどキララは 夏目全然見てていいと思うね、うん。近いところに優秀な子がいて、うん、そこをパフォーマンスにしても何にしてもタイプが違うけど、いい目線持ってるなと思ってます。うー応援してます。そういう感じです。じゃあ続いて山田一、山田一五。山田一五は中山夏目をライバルにしていて、歌も姿勢も夏目以上になりたい的なこと言ってるんですよね。で、僕、 あのここにも挙げてるんですけどこの「僕たち可憐な少年合唱団」という演劇女子部一昨年だったかなちょっと見に行ってね当然いるんですけどその時のいちごの可愛さとか、まあ、もう体物理的に小さかったってのもあるかもしれないけど彼女が持ってるもうちょっとなんか儚い個性みたいなところっていうのをなんか最近は感じないですね。で例えば「夏目ライバル」でもいいんだけど。 山田一五が何のどういうところに行きたいかっていうのがここの原通りのところで見てて一番感じなくて僕的には結構注目してたんでちょっとその辺が僕の力ではなんとなくまだ見えてないなので、えー、頑張ってほしいもあるし僕ももう少し見方を違う角度からも見てみたいななんてことを思っておりましたってな感じですで久保田七海ねで2019年の恋愛ハンターなんていうね あの実力診断での流れてるんですけどでこの歌唱がなかなか大変なんですよで例えるならパワーはあんだけどあのコントロール効いてないのよでスリーボールって感じ <laughs>、ねまあ野球で例えちゃったけど、ね、パワーあんだよ速いんだけどねでライバルは同期の為永紫音と松永ゆりやでここには負けたくないと言ってるんだけど ななんていうのかな、うん、もっとパワーヒッターの佇まいとか、うん、先輩で、うん、先輩でもう少し見ていった方がいいのかななんてことはちょっと思いましたねでも彼女の場合例えるなら誰なのかなってどんと今の現役の中では出てきづらいんですよ。で佐伯だったら最近も昔から割とコントロールは良かったんですよ。 でルルもルルも今みたいなパワーになったのは意外と後期何を後期ってまだ全然前期なんだけど研修生時代だったらうんそういうようなイメージだったから誰を見たらいいのかなってところあるけど音大きく出して外すよりなんかコンパクトに当てていくっていう芯に当てていけば飛ぶみたいなさそういうのやったらいいのかななんて思いました。ねはいじゃあ続いていきましょう。 めし音これはもうハロードリを見てから僕は再注目ししているのがめですねまあ本人はトークもできて個性もあるそういうメンバーには劣っていると思うけどパフォーマンスという面では差をつけていきたいということをお話ししてましたね。まあ、なので改めて今回あの2019年ですか 2019年の、あのー、実力診断の「おしゃれ」松浦あいちゃんの曲だねそれを歌っているシーンが出るんだけどメガネ女子からあの外してのパフォーマンスっていう内容はどうこうっていうより取り組みっていうところで改めて見てみるとあ去年の今の時点でもいろんなこと考えてたんだなということが確認できるそんなシーンだったと思います。今今年の今のため流し音が見たためしがいいですねそう思いました で松原ユリアでセクシーセクシーこれも去年の実力診断から入り、まあ、癒されましたでしょう受賞ということとで本人のコメントは次はセクシーな感じでかっこよく頑張りたい、えー、な,んかなんでそんなセクシーにこだわってるのかちょっとよくわかんないですけど <laughs> でもまあいいでしょユゆりやは最終的にそっち行きそうだしただ、うん、もう今からそこの路線っていうこの先見の目のね すごさ。これは末恐ろしい何か持ってますよ。そういう感じです。ではまあ、ゆりやはそんな感じでいいでしょう。で、次、斎藤まどかね。斎藤まどか。これも2020失礼2019年に入って、まあ、年失礼2019年は入って1年も立ってないし、逃げ腰だったと本人が説明していました。実力診断のことでしょう。 でもっと必死になるべきだったと後悔を述べておらしいらっしゃいますねうんでも今年頑張ってっていうことでしょちょっと表情とかね緊張があるのか何か明るくドーンっていうのはあまり見れてない感じなんだけど、うん、これからどういうふうに頑張ってるかっていうところねもう少し見たいところもあるんで前向き後ろ向きではなく前向きに前のめにってことでしょ まあそんな感じゃあ続いて小野田かりね、これ「恋の呪縛」からあね入りますよ。で小野田かりは僕どう見てるかって言ったらもうこのままやっていってくれたら技術面とか特に何かあの急に伸びなくてもポジションある子だと思ってます。これも佇まいまあ雰囲気全部だよね。ああのハロー歌に受けるの間違いないっていうことだね。 もう過去に作られてきたストライクゾーンの中にもういるんです、うん。だから大事に、ぐれずに、意欲を失わず育ってほしいという感じですね。<laughs> ね。そんな感じ。前回より大人になってるかなと頑張っているので、どうなっているのか見てほしいと本人おっしゃってました。ね。まあ、去年映像はそんな感じかな。ね。じゃあ、続いては、あの、現役、俺現役メンバーでっていうことで言ってたよね。 曲,は曲の紹介というのは今のところが全部流れていて過去のほ,とんどほぼほぼ去年の映像からって感じでしたなので最後のところで現役メンバーというところいきますかで岸門岸門はこのシリーズ花取りは本当にいいこと言うんですよでいくつか時系列でいきますね でまず大阪出身者は自分の時代の時の話をしてました西側の出身者っていうのはレッスンが物理的に少なく当時研修生の先輩に自分で歌とダンスを記録に残して見て練習したらっていうふうにアドバイスされたとなんかそれを今の研修生にやればっていうことを言ってるんでしょうねでキキちゃんはリアルに毎日できる練習をできるまでやるっていうふうにそういうやり方してたとでカエディはもう踊らないと寝れないまでになっていたと ね岸門はねまたま,まあこれもあの前に行くっていう言い方してたんだけど練習とかで先生の前に行くっていうことをやる子はやる気があるということをつんくさんにも言われたって言って福ちゃんとかも同意みたいな感じでさくらもそこに乗ってってストレッチする時先生の付近に行くっていう話で広げていくっていうことでした、えー、とこの話ここから見た人のように説明すると福ちゃんといわゆるさくらとカエディ このモーニング娘ねであと椿ファクトリーからキシモンとキキちゃんがいわゆるトークするコーナーっていうのが定番になってますその上で続けますと研修生だけでテレ東の番組で歌えるなんてことはない恵まれているし感謝しつつこのチャンスを逃すなと桜がおっしゃっておりでキシモンは怒られたり考えることもあると思うがステージ立ったら現状を認め全てを忘れぶちかませという話でしたね でキキちゃんはと最後に個性が大事、笑顔を忘れるなと。ねまあ、みんなね、言ってること、うん、今の立場、ポジションがあるからっていうことではなくて、なんか自分の時を思い返しながらっていうふうな雰囲気で、なんか初心に帰れてるような感じもするし、うん、ここと合わさって進行していく番組形態っていうのは、なんか僕は最初から嫌いではないスタイルですね。ってな感じでした。 ねではあ次回ね次回はそれぞれ研修生のここ,ここ面白いんだ次回はそれぞれ研修生の自宅での取り組みが明らかに在宅期間これすごいかった在宅自粛期間中をどう過ごしているのかさらに苦戦研修生たちを掘り下げるとおっしゃってたねえこれ字面だけだとなんか危ない番組に近づいてるそんな印象もなくもないけどね <laughs> まあまあいいやで ままとめましょう、えー、今回僕が思ったのは、えー、お家でもビヨンズ的というかアカペラピアノバージョン的なやつあったじゃないですかでズームライブなのかなあれねでそれがもし在宅期間中の個人レッスンの先ですよがあるなら研修生でも見たいかなと思ってますやらしてみても面白いんじゃないかなとだできてなくたっていいじゃないそれで本人たちがトライすることによって 一つスキルとしては学べるからっていう理由ですよ。そう思いました。ね、まあ、ないよりいいでしょってことですよ。でまあこういう時期ですから番組の感想としてはアイディア大変でしょうけど、まあ、僕は楽しく見ていくのは変わらないので、うん、まあこの辺なんつうの続けていく番組にしてほしいななんていう期待を込めて、えー、毎週見ております。まあ、そんな感じですね。じゃあまあ僕の。 国をチャンネルの方もチャンネル登録をお願いし引き続きハロードリは毎週感想を述べていきまとめていくなんていう風な感じにしたいと思ってます。では火曜日の夜ですが皆さん素敵な夜にしていきましょう。またね。